前の LINE の時か。何の話したっけ。お嬢様だよ。言葉がすごく綺麗。いや今はいいんじゃない。今は電話はね、ゼロワンもほらイベント中だし、ここで何ゆきんちゃんと電話してるぞとか、そう鳩がいっぱいいてゼロワンに迷惑かかるから、今日はやめよう。そういうのは最終日だし、イベント中だから、鳩行っちゃうから揉めるじゃん。やめようよ、まあ、イベント中だもん。だって最終日だよ。俺そういうのはしたくねえんだ。やっぱ男の中の男はやっぱりね、その姑息な真似を使ってまでね、落とし入れたりしたらダメだと思うんすよ。ナイスお願いします。やっぱりあとスパークもあるしさ、俺はもうスパーク終わるまでは口は一文字でね、悔しいけどね、言われたらもう言い返さない俺は。もう言われっぱなし、サンドバッグでスパーク終わったら覚えてるよって感じ俺はね。後でやってやっから。だって運営さんと選手が揉めても意味ないじゃんね。なんか忖度されそうじゃん。パルちゃんにさ、グローブの中にさ鉛とか入れられそうじゃん。運営さんを怒らせた、敵に回したら、パンチ痛かったっすね、歯バキバキに折れてさ、あとで鉛が入ってたとかさ、嫌じゃん。パルちゃんグローブの中にめっちゃ血出てるんですよね。だそこはちょっとスパーク終わるまではおとなしくしとくよ俺は。ああゆきんちゃんドンツクラスカルです。代理に任せているため話せない、ああね、しない方がありがたい。ああそれすいません。だからなんかリスナーさんが欲しがってるからさ、ゆきんちゃんと電話とかさね。もう言えないのね、任せてる。すいません、ありがとうございます、わざわざ。まあいろいろあるよね、話せないこととかね、思うことあると思う。まあ今ロビンソンさんのリスナーさんだから間違いないね。ロビンソンさん優しいから守ってくれるね。早くさん A 版じゃないでしょ。まだ明日になると何もわかんないです。ね、だからロビンソンさんが訴えないようにしてくれるんじゃないの。ゼロワン仲いいでしょロビンソンさんと。まあまあまあ、イキンちゃんそういうこともあるよってなだめてくれるんじゃないのね。えだってゼロワンロビンソンさんのバーでお金使ってくれたしね、宣伝もしてくれたしね、本があるわけだから、そういうのはしないと思う。スポンサー決まってないのよ俺どうする。スポンサーいない、誰か決まってないんですよ。ゼロワンが A 版になったら、あ、火薬さんが A 版になったら、いやー出れないでしょ、出れないと思うよ、無理でしょ。それかツイキャスでやるとかね。ワンチャンさ、スパークでしょ、ほとんどナナちゃんとか来るわけじゃん。でパルちゃんと俺でしょメインが、でケイノスケ久保健でしょ。俺サーバーが持たないと思うよ。俺ツイキャスでやると思うけどね、多分ね、中盤ぐらいで多分くる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 ってなってツイキャスに切り替えると思うけどね。だから火薬さん出れんじゃねえの A 版になっても。残高教えたよ、教えた。サーバー持つかね、初めての試みだよね。3万人4万人とか行くんじゃないふわっちで。行かねえか。2万は行くでしょ、2万は。いや定点っていうかカメラマンがちゃんとクルーがいて4カメぐらいあるんじゃない。こっちからこっちからこっちからっていろんな角度で映せんじゃない。だからそういうのにお金かかるのよ、運営費って言っても。配信のさ何万人とか来る枠だよ。
iPhone1 台でやるわけないじゃん、こうやって手持ちとかで。そこそんな期待してんの？ちゃんとカメラクルー入れるかんね。あのテレビ局みたいに4カメぐらいあると思うよ。 iPhone1 台でやるやついねえ、あんな練習会みたいに。バカ、ちゃんとお金かけてやるって。それはやんないよ俺がカメラマンで。クーラーないだけで、あとは見る方からしたら見やすくなると思うよ。プロのカメラマン入れるから。で、あの本部があって、そこで1カメ2カメ3カメで切り替えて、ちゃんとあのライジンみたいにすると思うよ。うん、名前の紹介とかこれテロップとか入ると思うよ。こうやってセイジクレイジーパピオン、ツイッターアカウントセイ Z1234 とか、こういうのライジンみたいに K1 とかで、あの会場も全部黒のカーテンで覆ってね、真っ黒にしてスポットライトとか浴びてこうやるでしょ絶対。うん、そうそうそう、ま、よっさんの麻雀大会見たことある人なら分かるでしょ。ああやって見やすいようにやると思うよ。うん、ふわっちで配信はすると思う最初は。でもサーバーが耐えられなくなったら起点聞かしてすぐツイキャスできるようにするでしょそこは。うん、マリオカメラマンとかやばいでしょ。もうアンチコメでうまいじゃん、ふざけんなよ、ボンクラーとか書かれるでしょ。水れよ、手ぶれやめろとか、ボコボコに叩かれるじゃん。ただし、ちょっと、懸念されることがあって、ちょっとあの、01のアカウントで多分やると思うんだけど、ツイキャスがおすすめ規制なんですよ。だから、ツイキャスやるとしたら、おすすめ規制かかってないアカウントでやる可能性があるね。今、おすすめ規制なんですよね、01が、ツイキャスね。だからワンチャンフワッチでクルクルになって落ちたらね、サーバーダウンしたら、あの原田芳樹の企画でもあるから、原田芳樹のツイキャス出るかもね。うん、多分原田さんだと思う。パルパルかな、パルちゃんって言ってた。あ、じゃあパルちゃんだ。同じ会社のね社員さんだから俺のキャスでやるわけねえじゃん。俺だってワンライブじゃねえもん。パルパルのツイキャスアカウントだったらフォロワーさんも通知もいっぱい撮ってる人いるからすぐおすすめ上がるしね、見つけやすいでしょ。うん、ニコ生でやんないでしょ。うん、今日川西が伸びき投げたバーバリーシャツ着ていいんじゃない、プレゼントだから物に罪はないでしょ別に。いいんじゃないそれは。うん、それはいいと思うよ別に。うん、ワンライブしか配信できない、分かんないその辺の兼ね合いが。原田さんの企画でもあるけどね。うん、ねえ、物に罪はない、ありがとうって言ってた。うん、そんなことで怒んない。うん、そこまでケツの穴の小さい男じゃないですよ俺は。うん、帽子もね、あ、じゃあ、あ、俺が求めてたあれだね、このセットで着こなしたらかっこいいんじゃないかって。あの黒パンでね、黒パンでバーバリーのシャツにバーバリーの帽子、それをイメージしてあのプレゼントしたから。あ、今日最終日だからね、うさこちゃんのね、あのバーで飲みに行くんでしょ。いいんじゃない、スキピーなのかね、スキピー、うん、センスいいって言われて、あ、ありがとうございます。あ、デニムでもいいね。あー、ありがとうございます。ココちゃん銀になった。あー、銀になっちゃった。早いこと、早いな。もうココちゃん銀かよ、80レベル80。いやー、金までもう少しだ。金まですごい早いな。ココちゃんいつから登録してんだよ、早えな、おい。めちゃくちゃ金なるね。でもね、この銀と金のタヌキのサービスね、あの今月いっぱいなんですよ、今月いっぱい。だからちょっと早めにね、金をね、うん、ここで金になってほしい、ここちゃん。今月いっぱいよ、金と銀。
あの金になりたい人は早くなっちゃってね、ここで他で投げたら意味ないから、ここでね、うん、延長してほしいね、うん、多分今月いっぱいだわ、試験的にやってるから。そう、好評だったら継続かもね。たまにアンケートあるでしょ、ふわっち。うん、あーね、前紹介されたけど最近投げて、最近だもんね。ココちゃん、いくらぐらいで銀になったの、わかる、いくらぐらいか。最近銀になった方がいるから、ココちゃんに聞いてみよう。出遅れたドンツクラス、遅いね、とわちゃん遅いね今日はね。よし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 、うん、デイリー撮ろう、これデイリー、デイリー今日撮ろうね絶対。うん、この2位っていうのがジャガーさんっているんだけど、これちょっと警戒ね、警戒してよ。100万ぐらいか、100万でなれる、80から銀ね、100万だって。うん、あ、金と銀だけ匿名コメント打ってたらいい。ファンタスティックです、お前が、お前がアラブ石油ビルゲストトマクソーマセットパトワちゃんいないとやっていけないな、これズバッと決まった、ナイス家主。あれ投げ合いね、あそこちょっと気をつけないといけないね。うん、しかもボーナス付きあるやつ、今ゼロにすげえ爆投げしてた。しーちゃん、しーちゃんが分かんない。うん、ありやす、いや、それだけ人気の配信者さんだから爆投げ師はいるよさすがに。うん、家雑で1000人超えてる人でしょ、そりゃいるよ爆投げ師。うん、Z ニュースのお時間です。速報です。まあ、小ネタです。ここで小ネタニュース、 Z ニュースです。とあるふわっち A 番社、が激痩せして、とある配信サイトで宇宙人になった模様です。激痩せですね。愛子さん激痩せです。記者の方が機長さんですね。激痩せです。これ痩せすぎじゃん、これ何加工なの、これ何、これ加工なの、これこんな加工あるの、エフェクトっていうか、こんな顔ちっちゃかったっけ、宇宙人みたいじゃん、あるのこんな加工が。スイカ割りドンツクラスコーです。はい、とわちゃんです。うん、腕が変わってない、加工らしいね。うん、愛子さん頑張ってます。これは TikTok かな、どこだこれ。あー、日刊ランキングあるから、これあれだね、 TikTok だね。でも200人いるで、200人、すごいね、ワンチャンあるね、爆投げしついたら。うん、宇宙人だね、ドンツクラスコです。あ、お姉さまです、見てくれたんですね。加工怖いね、加工技術こんなんなかったけどね、昔はね、プロレスさんね、子さんの方ね、なかったよねこんなの、加工なんかね、大昔はね、最近だよね。TikTok やってる方見たい、あ、見なくていいですよココちゃん、見なくていい、見なくていい、こんなのね、見なくていいよね、うん、面白くない、こんなの見なくていい、気持ち悪い、見なくていいやつ、イライラするね、な、偉そうなんだよねこのババアね、うん、すごい性格悪いから、手癖が悪いしね、あとなんでさ、アイコってエヴァになったんだっけ、ふわっち、A 番社結構出てるじゃないですか、ふわっち。A 番になった理由がなんかいまいちな人多いね。アイコなんでなったんだっけ、無銭飲食したんだっけ、覚えてる、何したんだっけ、盗んだ、財布を盗んだ、アパの備品、あー、ケトル、
ケトル窃盗事件だっけ。アパのホテル ケトル盗んだんだわ。そうだ、お金も盗んでるわ。え、それだけでなっちゃうの A 番に。ランディさんのところ財布盗んだね。マックのコロナ撒き散らした。マジで。まあいろんなのがね、累計だね、累計。うん。なんでケトル盗んだのバレたんだっけ。なんでバレたんだっけ。配信で映っちゃったんだっけ、あれ。自分家で配信してて、あれお前そのケトルアパノじゃねえってなったんだっけ。まあアパホテルが持ってきたべお前みたいな。なんで持ってきてバレたの。お店で2000円取ったところ配信に映っちゃってた。うん、もう考えることがやばいよね。ビジネスホテルの備品盗んじゃうんだね。迷惑系ですね。荷物も漁ってた狛江の手癖がある。三菱の ATM からケトル持ってきたんだよ。三菱の ATM ってケトルがあるの、どういうこと、意味が分かんない。なんで ATM にケトルがあるの。アパじゃないの。ケトルは警察に持ってった言ってたのに、部屋にあった。あー、ちゃんと持ってったから警察にって言ったのに家にあったんだ。忘れ物。三菱の ATM に忘れ物があったの、ケトルの。嘘でしょ。忘れる？ケトル。金下ろしに行って前の人が忘れてたの ATM に。あ、こんなとこにケトルがある。そんな偶然ある。よくあるよね、手荷物代とかね、 ATM に。そこにケトルがあったの。忘れちゃったやつを、愛子がたまたま次に ATM 使ってドンキで買ったやつ持ってっちゃったんだ、箱ごとね。新品だからね。あー、置き引きだね、置き引きだわ、犯罪だ。はい、こんばんは。ナイスお願いしますね、今来た方ね。ナイスちょっと押してない人いるでしょ、増えてないんだけど、ちょっとナイス押してください、今来た人。うん、それで A 番になって。犯罪はダメだね。まあ累計だろうね、それだけではなんないと思うからね。累計だよね、いろんなことやってるから。アイコ結構バンになってたよね、パルちゃんの炎上ニュースの全盛期。ほとんど毎日なんかとある配信者がバンです、その名前は、アイコさんです、はいーって。何回もやってなかった、あいつ。結構な回数だよね、何かしらでバンになってるよね。うん、結構あるよね。手癖悪くて有名だった。だから俺愛子さんとなんか何回かバッティングしたことあるけど、盗まれるから誠治財布だけちゃんと持っときなってすごいコメント流れたの覚えてる。そのババ手癖悪いから気をつけて、マジで気をつけて。むちゃくちゃするんだよな。そう、許可なくパチンコ配信もしたりするんだよな、あいつマジ何でもありだぜ。うん、いや病気だよ絶対。でしまいにはなんか人妻専門店だっけ、デリヘルで働いてたね。うん、デリで働いて、その働いたお金をホストになんか使ってたね。お気に入りがいてね、どっかの推しがいて。スプラッシュマリンバトルドンツクラスか、お前がアラブ、セキュア、ビルゲット、トバク、ソンマセン、トッパー、ココじゃねえってやっていけない、ラスコイ、ソウリアリアス、ナイス。うん、人妻じゃないの、デッドボールだっけあれで、なんか首になっちゃってたね、デリヘルね。うん、でもね、アイコ使うとね、バズるね、あいつは。やっぱ何するか分かんねえじゃん。そこで期待値が上がってみんなアイコ使うんよね、コラボすんのよね、あん時ね。バズる、バズる、今のツナみたいな感じかな。
みんなコラボしてみんなでかくなっていったよね、今の大手さんたちは。アイコを使って登竜門だね、あそこは。うん、板場もね。うん、浮き輪のアイテムはこっちに投げたら、そうそうそう、こっちでお願いします。浮き輪ね、お願いします、ここちゃんね。うん、スーパーナイスやったんだっけ、アイコ。スーパーナイス、あー210個ありやす、浮き輪ありやす、これ助かるっすね。これ浮き輪持ってる人いたらお願いします。浮き輪ね、大事なんで。無料アイテムなんですけど、ランキング上がるんで。スーパーナイスやったんだっけ。今 TikTok で大バズり中、スーパーナイス。これああいうことやったんだって、定番になっちゃったけど。こいつも2週間で400万稼いでるよ TikTok で。キャリーの 元彼かな。うん、昨日コラボしました TikTok で。三日ママも隣にいました、 TikTok の女王が。スーパーナイス、うん、ほんとほんとほんと、俺コラボしたのよ、俺昨日。うん、ミナちゃんじゃねえよ、うん、知らない？ミカママ、あの TikTok で検索しといて。ミカママってすごいよ、この人。うん、大阪のおばちゃんだけどね、大金持ちよ。ここのバック投げさんも尋常じゃない、何百万よ毎日。有名だよね。あ、ココちゃん知ってるか、 TikTok から来てるから。うん、似てるか、ミカママとミナちゃん。いやー、小汚ねえじゃんミナちゃん。 こっちすごいよ、ミカちゃん綺麗だよ。年収がね、2億8000万って聞いた。13億じゃないよね、2億8000万じゃなかった。いや、昨日バトルしたボッコボコに負けたよ。400ポイントしか上がんなかった。あっち何万、3万ぐらい。うん、400ポイントやで俺バトルで。恥かいたわ、お前弱えなって言われたよ、スーパーナイスに。マジで恥かいたで。しかも閲覧も50人だよ TikTok で。スーパーナイスさんのおかげで300人になったけど、昨日やったのよ、ちょっと気晴らしに。ふわっちな気分じゃなかったから。50人しか来ねえの。うん、スーパーナイス様のおかげで400人ぐらい行ったよ。ミカママさんもいたから、誰だこいつってなって、ふわっち帰れって言われて、めちゃくちゃ叩かれたよ。ふわっち帰れ、スーパーナイス様だったよ。 TikTok では俺より上だわ、大手さんだわ。あっち1500人ぐらい見てたわ、ミカママとスーパーナイスで。バファリンから引退したはずの、ほんまもんやん。バファリンさん来てくれたで、みんな。復活あんのこれ、ほんまもんやで。あ、ミツ狙いかこれ、ミツのこと可愛いって言ってたから。ミツ狙いこれ、ほんまもんやで。復活かこれ、マティアス枠にいた。復活する、さて復活するか、前から書いてある、前から書いてある。それは今日じゃない。何してんの今これ、どうやって。あのね、一個ずつしか投げらんないの、それだから。絶対買っちゃいけないアイテム、それめんどくさいでしょ。一個ずつしか投げらんないのよ。だからスイカ割り買ってって言ってんのに、だるいでしょ。もう買っちゃった。何個、何個あんのそれ。あと何個、ラスコイ何個あんのそれ。あと何個ある。あー、3連続ラスコエ。何個あんのこれ、めんどくさいぞこれ。何個買ったこれ、全部投げちゃって。全部ボーナス、あーいいね、揃えた揃えた。そうそう、同じ色を揃えなよ。そうすると50円もらえるから、延長チケットになるから。だるいで、同じ色出して、同じ色、同じ色来い、同じ色、もう一回リーチリーチリーチ来い、同じ色、赤、あー青なんだ。同じ色出して、3色、緑、赤、あー緑、
そう、同じ色じゃないとダメだって。バラ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 やめて。バック投げきた、これ全部バラバラ。同じ色 3個きて。何個あんのこれ、あと何個あんのこれ、何個あと。めっちゃ買ってる。何個なくなった。 OK、 ラスコアやりやす。はい、やりやす。はい、パチコメ投げてくれたツイキャスの大手さんがありやす。いや嬉しいね。ってことはさ、これ復活あるんじゃないですか。どうなんすか、正直ここだけの話、復活あるんすか。復活ズバリ、もう彼女と別れてるんだよね。もうね、一人になったるんで、なってるんだよね。うん、復活あるんすか。うん、キャス、いやカスにはいるでしょ。だツイキャスでさ、バファリンの雑談はいるよ。誰もやってない時あるもんだって。バファリンの枠って、あ、ちょっと待って、呼び捨て すいません。バファリンさんの枠って、あ、モグゴリか。どっちの池袋。バファリンさんの今のあの枠ってさ、誰が撮ってんのかな。本来バファリンがこう配信して1500人ぐらいいたよね、アベレージ。誰が受け継いでんのかな、バファリンの後釜って。小町に撮られてんの。あー、小町か。小町つまらんやん、マジ嫌い俺。小町つまんなくね。バファリンのあの酒雑ね、あれはいるよ。わかるでしょ俺の言いたいこと。小町じゃん、無理だって、つまんないって。うん、負けてた。何が、小町に。負けてないよ全然。小町なんかにやらしちゃダメだよね。うん、つまんない。 あの人だってまだまだね、え、語彙力ないでしょ全然。トークなんかできないよあんな若造が、小僧が、うん、イケメンでもねえし。うん、目の保養としてバファリンはツイキャスにはいるよね絶対ね。うん、バファリンのが面白いよ。うん、ああ、小町より小前派。いや、小前も面白くないけどね。トーク力ないけどね。うん、安定するよ。なんか安心するよね、バファリンの家立つね。うん、声もいいし、落ち着くよね、なんかね。うん、で、なに、モグゴリ誘われてんの俺。モグゴリどうしよう。俺飲めないからな。飲めなきゃダメなんでしょ、モグゴリ店長って。俺飲めないもんな。モグゴリ俺ゲストやったらさ、来てくれんのかな、おごり入れてくれんのかな、うちのリスナーさん。そういうのやったことないからな俺。飲めなくてもいける。うん、飲み要員か。飲み要員っていうのは入れていいの、飲んでくれる人。石川さんもやってる、のりちゃんも。バッファが飲んでくれる。ああ、あれモグゴリって何店舗あるっけ今。あれモグゴリって東京だけじゃないよね。あれ、あと何店舗あったっけ。大阪にもあったっけ。え、なんでバファリン、バファリンさんなんでモグゴリ宣伝してんの。名古屋と大阪があるか。池袋、大阪、名古屋、3店舗ね。なんで宣伝してんの。復帰するのこれ。スカウト係なの今。従業員なんだ。社員さんなの。へえ。ツナとミナは飲み要員で連れてったら神会しか起きないわ。うん、ダメだわそれは。うん、やばいやばいやばい。ツナとミナが飲み要員はやばいって。そら浴びるように飲むさ、そら。ただで飲むさ、そら。やばいよ。うん。
それはやばい。いくらでも飲む。牧内も連れてって大阪で、やばいっしょ。うん、いや見たらもう無理無理無理、もうアル中はあかんて。あ、キチョピもね、モグゴリやるんだ。なるほどね、地獄やで。いやでもね、どうだろうね、一日店長ね。なんか誘われたことあるけどね、五長さんに、誠司さんどうですか、断ってきたんでね。やってみたら、残り入れてくれないじゃん。今回のさ、スポンサー枠みたいになるよこれ。スパークの誰も入れてくんないじゃんこれ。行くよ、やるなら。本当に大丈夫。リアトツ思い出して、0人だったじゃん。俺リアルに弱いじゃん。リアルのリスナーさん来てくれないじゃん俺。弱いのよ。なんでだろうね、なんで来ないの君たち。スターに会えるんだよふわっちの。なんで来てくんない。おごりやるか、大丈夫、入れてくれる、おごり。なんでだろうね、距離感大事。うん、寂しいよ。普通にリアトツマッチしてさ、0人だもん俺。スターだぞお前。あ、見た目です。しないしないしない、画面越しでいいの。ディスらないから。おごりって何、あのおごりシステムっつって、うん、ディスらさ、どんつく、ディスんない、ディスんない、ディスんない。はい、リーチだし、フィルター越しがない。あのおごりシステム知らないの。あのね、確かツイキャスでやるのかな、なんかアプリがあって、誰々にビール一杯とかアプリの中でお金の計、なんつうの、決済したら、あのモグゴリのね、ツイキャスの中になんか来るんだよね。なんかピローンつって、おごり入りましたつって、で何々さんからです、何々さんに何々さんプレゼントが入りましたみたいな、お酒が入りましたつって、あ、ありがとうございますつって、見てるリスナーさんがおごってもらえるじゃん。うん、そういうシステムで、お金を稼ぐっていう。それが一日店長で、配信者さんがじゅんぐりじゅんぐり、あのテレフォンショッキングみたいに毎日やってんのよ、毎日。うん、そう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 。で、いっぱい使う人いるのよ。それでアホみたいにお酒注文する人がいて、課金だね課金。うん、